熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社、セールスエンジンの杉山です。こんにちは。今回は冷却水がですね、温度上昇する原因についてお話をしたいと思います。 はい、冷却水がですね温度上昇する原因はいくつかあってですねその中で大体あの冷却塔のですねなんか不具合が絡んでくるんですけどその原因についてですねちょっと一つ一つご説明をしたいなというふうに思いますはいまず大体、ね、冷却ファンの故障それと上部酸水槽の目詰まり それとスプリンクラーの酸水不良、そして充填剤の目詰まり、それと循環ポンプ、ストレーナーの目詰まりなどがございます。はい、一つ一つですね原因についてお話をしたいと思います。はい、まずですね冷却等の冷却ファン。 の故障についてなんですけど、ファンが回らなかったらですね、冷却塔の中に風が入ってきませんので、冷却水をですね、冷やすことができません。これなぜかというと、冷却塔というのは、風の力でですね、水を、水をですね、気化させて水を、水温度を下げているという構造上ですね、この冷却ファンがストップしてしまうと、水温がですね、どうしても上昇してしまいます。 でファンがですね回らなくなる原因についてなんですけど、まずですね V ベルトのベルトが破損していることがありますね、もうベルトが切れちゃってるということですね、でそれと、モーターがですね焼けているとか、ですねそもそもですねファンのスイッチが切れていると、と、まあ、そういったことがですね考えられます。冷却ファンのですね回ってるか回ってないか、あのチェックはですね行ってください。 はい、次がですね今度はあの上部散水槽の目詰まりえ、これはあの冷却塔の上に上がるとですね。えまあ、蓋が被ってる時もあるんですけど、まあ解放されてる場合え、ここに小さな穴がですね。ずらーっと開いてるんですけど、ここからですね。水が流れて下の方に落ちてくるという仕組みに冷却とはなってます。え、ここの上部散水槽のですねえ。散水する穴が詰まってしまって。 水が下にですね落ちていかないようになっていると、その時はですね充填剤に対して水がかかってませんので、冷却水が冷えなくなります。その時はですねこ,こ,あのこの穴をです、ねまあつつ、なんか棒かんかでつついて、ですね詰まりを解消する、もしくはもう高圧洗浄機とかですね、そういったので洗って、苔とかをですねなくしてやる必要があります。 はい、次に、これはですね、丸型の冷却灯なんですけど、丸型の冷却灯中を除くと、ですね、こういったあのパイプがですね、クロスになって、えー、くる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 回りながらですね、水を散水しています。スプリンクラーと呼ばれる装置なんですけど、ここのですね、えー、回転があ、まあ、例えば、の 回転する部分がですね、固着して回ってなかったりとかですね、あとは散水するパイプの穴がですね、目詰まりを起こしてて、水が流れてないと。そういった場合はですね、あの丸型の冷却塔の場合、散水不良によって冷却水がですね、冷えなくなります。 はい次これはあの充填剤を近くからですね撮影している写真なんですけど充填剤のですねもう目が完全に詰まってしまって風がですね通らなくなっているとそうすると冷却筒はですね水を冷やせなくなりますですからここはもう高圧洗浄機等でですねあの定期的に清掃をしてやる必要があります充填剤の目詰まりこれよくあるですね冷えなくなる原因の一つです。 はい、次は、循環ポンプのストレーナーの目詰まり、この冷却塔の中を除くと、ですね循環ポンプの方につながっている配管のちょうど水の入り口にですねストレーナーがついてます。ここがですねゴミなどが目詰まりをして、水が流れなくなると冷却水のですね水温がどんどん上昇するということにつながります。はい 以上がですねあの冷却灯で冷却性が冷えなくなる原因のですね主な原因となります、1、2、3、4、5、5点ですね、大体こういったところを重点的に点検をですね行っていただくと冷却灯のですね冷えないっていうのは解消されると思います。はい 熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の冷えが最近悪いなとか、ですねあの冷却水の配管がもう詰まってしまって、もう流れもなったとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと、弊社のですね詳しい情報をご覧いただけますどうぞよろししくお願いいたします。